そうですね、10分だけ。ありがとうございます。皆さん、橋本はとても疲れております。という なんですかね、なんか久しぶりにこんなにも疲れがマックスなのと、あとはあの昼コンサート、あ違う、夜のコンサートのあのオープニングブロックで靴ずれをして足が痛くてとても悲しいです。痛いですはい、こんばんは。いやー、なんかいろんなね、発表だったりとかいろんなことがありすぎて私たちも正直困惑しておりますそうですね、まあ、ツイッターも後ほどね投稿させていただくんですが、ちょっとあの困惑状態っていう感じでございまして、なのであの何から話していいんだろうっていうのと、あと今日疲れた一日っていうのと、って感じなので、なんですかね、とりあえず明日の夜一旦長めの配信でいろいろ今日のことだったりとか昨日のことだったりとかお話しさせていただけたらなっていうのは思っています。なのでとりあえず今日は本当に今日というか昨日今日一日お疲れ様でしたっていう感じの感じでございますはい、お疲れ様でした。いやーね、いろいろなんかわかんない、びっくりの、おあっみたいな感じなので、全てにおいてちょっと待って、頭整理ついてない、待って一回待ってって感じなので、はい、ちょっとあの明日もねお昼にレッスンがあるのでゆっくりは寝てられないんですけれども、今日はこの後お風呂に入って前髪がね、そうもうパキパキにしていただけたので今日はあのお風呂に入ってしっかりと体を早く寝て体を休めて、まあ、多分私たちメンバーも本当にわからないことが多い分、多分それと同時にファンの皆さんも待ってっていう感じが多いと思うので、ちょっとあの一緒に困惑しましょう、ぜひなんかね、いろんな、そう明日から毎日レッスンです明日からまた毎日レッスンです。もうせっかく全部忘れていいって思ってるのに明日からはまた毎日レッスンがあります。頑張ります、とりあえずお休みはないです。今日で一段落とはそんなことはありません一段落なんてもんじゃありません。コンサートのことは全て忘れられます。もう今日、一番最初に始まるで15番に立って、その後に、言い訳メイビーとか
サステナブルで、その次1列目の15番に立って、その次にオネストマンと、彼女になれますかやって、でそこから、あの謎の防波堤で逆の24番に行って、でその次のリップグロスで 14.75 から、で次逆の 14.75 に行って、そこから 7.75 に行くっていう、この全部の数字を全て忘れることができます。はい、なんか終わった後の方があれですね、覚えてる番号終わった後の方が番号を覚えてる。え、もう全部消す。え、見て私の待ち受け、ちょっと写真出すね。私の待ち、てか今日のお休みメールマジブレブレの写真でごめん。とりあえず送んなきゃと思って、あの写真確認せず送ったんだけど、なんか後から見たらブレブレだったわ、マジでごめん。私の今の待ち受け、これ、あ、これじゃない、私の今の待ち受けこれです。やばくない、この数字、大量のこの大量の数字。やばすぎるやろ。すごすぎ、おもろすぎ。覚えたやつ、もう忘れていいやつ、もう完全に忘れます。てか忘れました、忘れたいと思います。ということで、一旦本当にいろんなね、本当にいろんな、こうなんて言うんだろう、ちょっと頭がね、迷子になりそうな感じの、2日間だったと思うんですけれども、こう昨日でゆきりんさんが卒業されて、そして今日からこう新体制としてなるちゃんが総監督になって、こう改めていろいろな AKB48 をこれからも皆さんにお届けしていけたらなと思っているので、まだまだ私は AKB48 で頑張りたいっていう気持ちでいっぱいなので、これからも応援よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。それではおやすみなさい。またね。ありがとう。バイバーイ。